短くした髪が伸びてまた短くするデッドリフト実況始まります。さて今回のサイクルはどのように進行していくのか、わざわざ訪問いただいたありがたい視聴者の方々に説明してくれ。今回のサイクルを説明する前に、動画にしていない前回のサイクルから説明すると、2月に開催されたジャパンクラシックパワーでボロボロになった足を休めて100キロ以下から再開して、最終的には160キロまで扱ったサイクルだったのですが、ようやくトレーニングできるレベルに到達したので、無理のない範囲で重量を増やしていくといった内容になっております。そして背中全体の筋肉にフォーカスするために、基本的なフリーウェイトの種目も積極的に取り入れました。ジャパンクラシックパワーのデッドリフトはマジでひどすぎ、ワロタの状態だったからな。まともにトレーニングできるようになったのは良かったんじゃないか。ここだけの話、このチャンネルを運営しているハリーがただでさえ動画のネタがない状態だから、デッドリフトで動画を一本出すことができてチャンネル的にもありがたかったと思っているらしいからな。背中はベンチプレスを優先するあまり、あんまり鍛えてないハリーさんなので、懸垂は非常に辛いトレーニングになります。そしておそらく数年は行っていなかったベントロー、バーベルローイングも再開です。やらなすぎて120キロ以上の重量を扱った記憶が全くありません。貧弱貧弱。そして今回動画のアクシデントワーク、シュラッグをするために引き上げたらストラップのマジックテープが外れて大惨事。ここがゴールドジムならスタッフが飛んできて、大丈夫ですか、かっこうるせえ静かにしろという展開になるので皆さんも要注意だ。マジックテープが外れるのはサイズが合っていないか、そもそもの粘着力が失われてるケースが多いだろう。おすすめ補助種目、ヒップスラストです。結構マニアックな種目なのでほとんどお目にかかることがないですが、臀部に対するダメージがスクワットよりも多いというデータもある有能な種目です。真の変態はフリーウェイトなバーベルで男らしく行っているのですが、一般的には軌道が安定するメリットが上回るとの判断からスミスマシンを選択するのがいいでしょう。スミスマシンによってはセッティングが非常に面倒だったりしますが、臀部を強化したい方はぜひ取り入れてみてください。ちなみにヒップスラストは厚めのクッションがないと泣きたくなるレベルで痛いから要注意だ。いわゆるちくわクッションなどでは全く意味をなさないから、クッションがない場合は歯を食いしばって頑張ってくれ。そして全くデッドリフトについて解説していないが、この日はウィーク6、ジャパンクラシックパワー後に200キロを超えるのは初めてだな。非常に険しい道のりだが、コツコツ数字を戻してきていることは単純に評価したいところである。今回のサイクルでは220キロまで行って、その結果を踏まえて次回のサイクルにミニオンを落とし込む流れを想定しています。そして今回のサイクルでは決して無理をしない、粘ることも極力避けて攻めることなく守りに入ることをテーマにしています。とにかく怪我をしないでサイクルが終了すれば、いくらでも次のサイクルで成長する機会があると考えて結構慎重にやっていたようです。ただ全くそう感じさせないところが悪い意味でのハリークオリティなのであった。2週間進んでウィーク8、デッドリフト最終週である。想定していた220キロを扱うわけだが、ここ2年くらいは3レップから4レップ付近が限界だったんだが、幸いにも無理なくこのラインは超えることができたのであった。次回サイクルでは今回の結果を踏まえてさらに一回り重量を乗せていく予定だ。現在はスクワットとデッドリフトに集中しているので、ほとんどベンチプレスは現状維持のトレーニングになってしまってます。ただベンチプレスの伸びしろよりデッドリフトを伸ばす方がトータルが増えることは自明のりなので、割り切った気持ちで日々を過ごしてます。どうしてもデッドリフトを頑張るとベンチプレスの調子が悪くなるので、もう仕方がないわけなんです。この先ハリーさんのベンチプレスはどうなってしまうのでしょうか。Ist ihm gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor.
Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Wagen! Sie meinen Befehl zu Ihren Leisten! So weit ist das also gekommen. Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie denken sich...